The fresh, bright sound of Okayama. Daily Station Radio Momo.まずは満腹クラブのコーナーです。このコーナーでは岡山でいろいろな活動されているゲストをお迎えし、楽しいお話、ほっとなるようなお話を伺っていくコーナーです。今日お迎えしておりますのはアコースティックのギタリストであります真島昇さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真島さんは本当は長野県出身のギタリストさんということなんですが、はいはい、今日実はですね、2時から会場2時半から開演となっておりますコンサートを開かれるんですよね。はい、そうです。はい、その前にちょっとお忙しいところを合間縫ってスタジオの方に来ていただきました。はい、まずはですね、皆さんに真島さんがどんなギターの音色を出して音楽を奏でているのか皆さんにちょっと聞いていただくために、曲の方を先にご紹介しましょうね。そうですね、はい。まず、第1曲目紹介してくださる曲は、アルバムライフの1曲目に入ってます曲で、光と風の道、聴いてください。綺麗な曲でしたね。ありがとうございます。なんだか一本の本当ギターだけで出てるような音じゃないような気がしたんですが。あ、そうですか。ちょっと秘密があるんですよ。あ、はい、そういった秘密もねまたじっくり聞いていきたいと思ってるんですが、はい、まずですね、まあ、リスナーの方にちょっと真島さんどういった方かなっていうのをご紹介したいと思うんですが、真島さん実は長野県出身ということで、中学時代からギターを始められて、で一遍サラリーマンもされてた、はい、ということを得て、まあ、今音楽活動をずっとこう開始されてるわけなんですが、中学時代にギターを始められたきっかけというものはどういったものなんですか。当時フォークが流行ってましてね、まあ、かぐや姫とか風とか、僕は井上陽水や、まあ、そのかぐや姫みたいなメロディアスな感じのね、はい、フォークが好きだったんですけども、まあ、そこから、始まりましたね、ギターとの出会いは。それで自分もギターを弾いてみようと。最初歌手になろうと思ったんですあ、じゃあお歌の方も、シンガーソングライターっていうのにすごく、憧れてて、まあ、今はその言葉がなくなった音楽やってるんですけどね。でも言葉がなくなった音楽というのは、ある意味表現しようと思うことっていうのは難しくなるんじゃないですか。難しいですけども、その逆にその言葉に縛られなくても済むっていう、例えば人が何かをこう好きとかっていうその気持ちって言っても、好きという気持ちもいろんな段階があるじゃないですか。でもその好きっていう言葉一言で言ってもどういう好きなのか分かんないけども、例えば
それをその音楽で表現しようとした場合にいろんなその感情表現で伝えられるっていうのが自分にとってはすごく奥の深い面白さですけどね。何を主にこう曲を作りながらこういったことをこうこの音で表したいっていうのとかありますか？やっぱりねあのノスタルジーなんですよ。郷愁っていうことですか？郷愁ですね。自分自身がこうあの昔覚えてて、昔こう感じてて今忘れちゃってることとか、今あのなかなか出会えないこととかってなんかそういうものに対してすごく憧れるんですよね。だからその音で何を表現したいかって言ったら、はい、ただ音だけじゃなくて、そこからあの視覚的なね、まあ、映像も含めて匂いとか、はい、触覚ですよね、そういう人間にあるその五感の部分を音であの感じてもらえるくらいまでいけたらいいなと思いますけどね。でも初めの1曲目を聞いたら、本当にそういった五感ですね、今言われた、五感が本当に含まれてるような曲のような気がしました。あ、そうですか、ありがとうございます。なんかいろんな感じ方ができる曲のような気がしたんですが、あのデビューなされた、きっかけというものはどういったものだったんでしょう？実はねその時にあのなんていうのかな、音楽の方でかなり行き詰まってた状態だったんですよ実は。それで、それを見るに見かねたあの友達がね、マシマに最後のラストチャンスをやるからレコーディングのね費用を全部出すから、最後にお前やりたいようにやってみろと、それでその作ったものをレコード会社に売り込めと、それでもしダメだったらばもう音楽やめて田舎に帰れと言われたんですよね。最後に気合い入れてあの作ったものが、まあ、某レコード会社がいいと言ってくれて、すごいですね、っていうのが、まあ、最後ちょっとそういうことでやったんですけどね。そのお友達とはあの、一緒に音楽活動というのはされてたんですか？いや彼はあの大学時代の同級生なんですよ。一サラリーマンがその、ね、自分 の, そのポケットマネーからそういう費用出すって結構大変だと思うんですけども、彼はそれをあの男の心意気でねやってくれて、いい友達ですね、嬉しかったですねその時は。でもそのお友達も、マシャマさんの音色のもう虜になってたからまあできたことなんでしょうね。わかりませんけどね。それで、多分ね、その某レコード会社の方も何人もこう、ね、候補があったと思うんですが、その中で何かこう真島さんが選ばれたというのに何かエピソードがあるみたいですね。そうですね、まあ、大体あのこういう、誰を今回出すかっていう場合に、何人かのそういう候補があるんですけども、まあ、あのバンドの人もいればいろんな人がいるんですけどもね、まあ、そういう中で、まあ、あの今回はその僕の曲が非常にインパクトがあったっていうことと、あのディレクターさんたちが日本人が弾いてるギターだとは思わなかったみたいなんですよ。ですからなんかその蓋を開けてみたら生粋のね日本人だったっていうことで二度びっくりみたいな感じで、驚かれたみたいですね。その、皆さんインパクトを強いとこうした、その曲というのが先ほどおかけした、光と風の道。そうですね。そうですね、私も音楽はそんな詳しいというわけじゃないんですが、なんかずっとこういろんな感じ方があるとずっと聞き折れてしまう音でしたね。あ、そうですか。いつも曲をこう決めると、曲をこう弾くとき、作曲したりこう音を探しているときっていうのは、何かテーマがあって曲を作るんですか、曲ができてからこうテーマが後からついてくるみたいなものなんですかね？あ、そっちです。あ、そうですか。初めに曲が出来上がって、こういったものだなって、まあ、タイトルがついたりするんですかね。そうですね、あの最初はね、そのテーマがあってその曲を作るっていうふうなことをやってたんですけども、どっちかっていうともっとその曲が生まれる瞬間っていうのはもっと自然なんですよね。何かこうこれなんていうかな、技巧を凝らしたやり方でできてくるわけじゃなくて、もっともっと霊的なものというか宇宙とのそのパイプがつながらないと生まれてこないんですよ。だからこう最初欲がないわけですね、作ってる時には。じゃあ、これを作ろうとかっていうんじゃ
なくて、弾いてるうちにあの表現したいという気持ちと、なんか表現しなければいけないという使命感に駆られてくることありますね。はいはいはい。これはこの世に必然性のある曲だから、なんとか形にしなさいと神様から言われてるような感じで受けることがあります。例えばそれはどういった音だったりしますか？それはものすごくシンプルな音なんですけども、でもすごく懐かしい。さっきもちょっと話しましたけども、初めて聞くのになんか初めて聞いたような気がしない？そうですね、なんか懐かしさが感じて、郷愁っていうこと言われましたけど、本当に郷愁を感じる方も多かったと思います。そうですか、だからまあそういうね、懐かしく感じるっていうのはやっぱりその人間ね、その誰もが持ってる感覚って理屈ないじゃないですか。ですね。だからそういうふうに感じるものっていうのはおそらく前世どっかで聞いてたかもしれないしっていう、くらい、まあちょっとあまりオカルティックに言うつもりはないんですけども、やっぱり出すべき必然性のあるものじゃないかなと思いますけどね。例えばですね、こう曲作りにこう役立てるって言いますか、日頃から気をつけられてることっていうのはあるんですか？そう、例えば、神様からこのものの音を出してみろとこう言われてるような、そういうのをこう感じるためにと言いますか。素直な状態にいつもしとくことですかね。でもそうですね、素直じゃないと本当神様からそういうメッセージも届かないかもしれませんもんね。そうですね。やっぱり東京の喧騒を離れて、今生まれ故郷の信州ですか、いわゆる長野県に戻られたっていうのもやはり何かその理由の一つではあるんですか？そうですね、そういうことにして知っておきたいんですけども、その東京離れたっていうことについては、いろいろ語り尽くせないものがあるんで、ちょっとこの放送じゃ言い切れないんですけども、ただその故郷っていうかね、自分のその幼い頃にその感じてた風の音とか、その嗅いだ土の匂いとか、川の流れる音とかね、そういう空気感っていうのかな、ああいうものをやっぱりもう一回確かめようと思った気持ちはすごくありましたね。やっぱり長く東京にね暮らしてると、なんかいつの間にか自分の中でディフォルメしてってね、なんか勝手に美化して作っていっちゃうようなものになってしまってるんじゃないかなっていうのがあって、今もうあれから何十年も経ってる自分が実際にそういう自然に触れた時に、果たして子供の頃と同じようなね、そういう純粋な感覚で捉えられるのか、どうかっていうことは自分自身をこう試してみたいなことはありましたけどね。なるほどね。曲作る時っていうのは、どういった時がはかどりますか？はかどるって言ったらおかしいかもしれませんが、曲作る一番どういった時に曲を作ってるパターンが多いですか？例えばね、今年全国的に大雪でしたよね。そうでしたね、今年の、冬は。僕の住んでる長野県上田なんですけども、そこは全国的にも比較的降水量は少ないんですが、今年は結構降ったんですよ。50年ぶりとかって言ってたから、僕もその何年ぶりかでその大量のただこうしんしんと降ってるその雪景色を見てて、なんかね、雪の日ってものすごく創作意欲湧くんですよ。そうですか。外界との その接触が立たれるじゃないですか。閉ざされるっていうイメージがありますよね、雪というのは。そういう日っていうのはなんかやっぱりね、何か表現しなさいって言われてるような感じしてくるんですよね。その雪が降ってるっていうその風景自体ものすごく単調じゃないですか。ただ降ってるだけですから、そういうその自然の営みっていうかな、そのことって全然見てても飽きないんですよ。飽きないですね。でもね、いつまででも私も見てますね、雪降ってる時っていうのは。そうでしょ。でそういう時って邪念とかそういうもの一切ないじゃないですか。そういうね時にね、
おそらくね、あのパッとパイプが開くんですよ。ほんでふっとこうギターをつまびいた時に何かふっとね自然に出てくるものがあるんですよね。でそれがもしその最初のワンフレーズがすごくあの自分にしっくりくるものであれば、これはあの曲になりますね。ああ、そうですか。こんな真島さんが、たくさん曲を作っていらっしゃるんですが、ここで私リクエストしたいんですが、よろしいでしょうか。先日ですね CD をずっと聴いてて、私がああいいなと思ったものがフォレストビーツっていう曲だったんですが、これはよくリクエストとかあったりしますか。いや今回初めてなんですよね。そうなんですか。私また違った感性の持ってる持ち主かもしれませんね。いや嬉しいですね。その曲もおそらく忘れないでいてくれたっていうことに喜んでると思いますよ。ああそうですか、ではここでリクエストさせてもらってよろしいですか。はい、はい、ではここで私からのリクエスト曲1曲お届けしましょう。フォレストビーツ。クラブは、アコースティックのギタリストでいらっしゃいます真島昇さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱり良かったですね、私のリクエスト曲。あそうですか。あそうです、ね、自分でリクエストしておいて、ね、満足に浸ってるんですが、これはどういったことをこう想像しながらこう考えた曲なんですか。曲作るときにこう何かこう思い浮かべたものとかあるんですかね。今の曲、フォレストビーツ。フォレストビーツはね何もないです。あすみません、ちゃんと期待に応えられないいえいえあそうですか、あでも良かったです。 ありがとうございます、ずっとね、こうバックで聴いてたい曲ですね、やっぱり、ずっとそんなにこう入っていけると言いますか、で先ほど前半の時にねお話出て、また後ほどゆっくり聴いていきましょうと言いました。ギターのチューニングのところでちょっと秘密があるそうですね。これはね、ちょっと秘密があるんですよ。普通のまああのギターのね、レギュラーチューニングっていう、まあ普通にコードを押さえて Am とか C とかね G とかって、そういうコードでまあ伴奏しながら歌えるような、そういう感じのチューニングにはなってないってことですね。ある曲とある曲はこのチューニングじゃないと弾けない、この曲とこの曲はこういうチューニングじゃないと弾けないっていうのが、全部で、例えばアルバムライフの方は、8種類のチューニング使ってますから、生で、再現しようとすると8本のギターが必要になるっていうことなんですよね。じゃあ一曲一曲チューニングが全然変わってくるということなんですね。そうですね、ということは、初めに私が光と風の道を聞いた時に、なんか一本のギターで聞いてるような感じがしなかったっていう思ったんですが、それはやっぱりそういったチューニングのところに意味があるんですかね。そのチューニングに含
い意味が隠されてますね。ギター自体は6本の弦のギターなんですか、それは。そう、普通のギターですね。普通のギターなんですね。6本弦のね、あの12弦とかじゃなくて、12弦とかとか、そういうギターじゃないですね。そういったチューニングをちょっと違う風にすることによって、あの音といいますか、そのコードの押さえるところっていうのがありますよね、うんうん、あれはちょっと変わってきたりとかするんですか。あのねそうなんですよ。結局その譜面で覚えていても、ドレミファソラシドの場所が全部チューニングが変わることに指使い変わっちゃいますから、譜面では僕は覚えてません。耳で、耳ですね。耳と手の感触ですか。指と視覚的なものと、で覚えてますね。じゃあ真島さんの曲をそっくり真似して弾いてみようと思うと、できないことなんですね。まずそのチューニングをコピーするっていうところから始めないといけないんで、そのチューニングをコピーできた人は、この曲をコピーすることができます。まあ、その通りに弾けないかもしれませんけどね。もしかしたら僕よりもうまく弾けるかもしれませんけど、ね、いや、そんなことはないでしょう。ですから、光とね、風の道、こちらの方もなんだかこうギター一本じゃなくて、こういろんな音程の音といいますか、いろんな楽器がこう合わさったような感じがしたんですね。まあ、メロディーとね、和音とベースラインっていうのをギター一本でやっぱり弾くわけですから、なんか自分でも時々頭の中がね、こんがらなったりそうなことありますよね。でもそういったことをされてるアーティストの方っていったら他にはおられますか。いや、他にいることはいるんですけどね。あ、そうですか。私初めて聞いた話なんですが。あ、そうですか。じゃあまたその人とはまた違ったチューニングになるんですね。そうですね。真島さん、どういうふうにそういったことをひらめかれたんですか。というかね、アメリカのね、ウィンダムヒルっていう、こういう心と自然の調和っていうものを、まあ、テーマにしてる、レコードレーベルがあるんですけども、まあ、安らぎとかね、まあ、そういうのを、まあ、テーマにしてるんですけども、そこ のギタリストの方たちの曲を最初に聞いた時にすごくインパクトを受けて、つかショッキングだったんですよ。ウィリアム・マッカーマンってそうですかね。そうですね。ウィリアム・マッカーマンとか、ね、昨年亡くなられましたけども、マイケル・ヘッジスとかいろんな、まあ、そのギタリストがいるんですけども、で、どう考えても普通のチューニングで弾いてないっていうのが分かったんですよ。あ、すごいですね。僕らとて綺麗だなしか思わないですけど、というのはコピーしようとしても全然指が届かなかったりとか、全然その和音ならなかったりとか、これはギターが違うぞと、違うことやってるぞと、そういったところで、あーと思ったわけですね。ちょっとこれはオープンチューニングっていうものは、まあ、後から知ったんですけども、まあ、まあ、同じようなことを、まあ、やってもね、彼らと同じになってしまっても面白くないんで、どうせやるんだったらば、自分のオリジナルのチューニングを、作って発見して、やろうっていうことですね。そういったところをまたゆっくりとちょっと聞いてみたいと思うんですが、またここで一曲お届けしようと思います。ブルーカーテンお願いしてもよろしいですか。はい、ではブルーカーテン。
ーテンをお送りしました。こちらの方何かエピソードなどはありますか？これはですね、昔ファン の, 女の人が、ね、私は欠点だらけで自分でも情けなくなることがあるんだけども、この曲を聴いてるとね、君はこのままでもいいんだよって慰めてくれるようなね、そういう風にいつも聴いてますっていう風に、言われたことがありまして、でも嬉しいですね。自分の作って自分で弾いた曲がそういう風に反響が返ってくると、そうですよね。何かこうお手紙とかもらったこととかありますか？コンサートやるたんびに、いつは来ますよ。ああそうですか。それも年上の年配の自分の母親ぐらいのおばさまとか、だいたい自分よりも年上の女の人からのお手紙が今多いですね。そういう方ってまた丁寧に書かれるんでしょうね。丁寧ですね。それで初めてそのファンレターなるものを書きますみたいな感じからね、入ってくるわけですよ。それでこんな年をしてなんかとても恥ずかしいんですけども、書かずにはおられなかったので、ペンを取りましたみたいな、なんかすごい、なんだみたいな感じでちょっとね、一生懸命読まなきゃって感じになっちゃうんですけどね。今までにこう残ってる、この手紙を待って見てまた頑張ろうと思う気にさせられた言葉っていうようなものありますか？そうですね、いろいろあるんですけど、一つ一つの細かい内容まではね、覚えてないですけども、そうですね、やっぱり明日からまた頑張ろうというね、気持ちが湧き起こってきますとか、なんかそういう内容のものが多いですね。結局だから自分がね、その今の自分が必ずしも好きじゃなくて、自分自身をね、それでその何て言うかな、もっと自分の理想としてる自分になりたいっていうか、そういう願望ってあると思うんですよ。だけどもそこまではみんな言うんだけども、もっと変わりなさいみたいなことは言うんだけども、一番欠けてるのが、今のままでもあなたはあなたでね、完璧なんだ、いいんだよってことを言ってないんですよ。まずその欠点も含めて認めてあげること、欠点も含めて君なんだから、君らしさなんだから、まずだからそこを受け入れた上で、本人もね、あまり目を背けてばっかりじゃなくて、そこからしか自分自身は進化していかないと思いますけどね。マシマさん、私もファンクラブの一員に加えてください。私も頑張ろう。頑張りましょうよ。ですね。先ほど曲を作る時に素直になることが一番かなっていうふうに言われてましたが、曲がこう聞いても、素直になっていけるというような気がしますね。そうですか。そういったところから、明日も頑張ろうっていう気持ちになるんでしょうね、皆さん。そう。何だかいいお話が伺いました。コンサートなどではそういったお話とかされたりするんですか？あんまりね、その核心に迫るような話はちょっとなかなかコンサートじゃしづらいというかね、難しいですね。だからラジオなんかっていうのがすごくいいのは、こういう話がねできるから、できるんですよ。ですよね。で、太くて多数の人に聞いてもらいますよね。そうですよね。でこれはまたテレビだとできません。そうなんですかね。絵があるとできません。なるほど。音だけだから。でやっぱりそのイマジネーションね、を働かせてその話をその聞けるっていうのはラジオならではですよ。そうですよ ね, ですね。まず聞いてる方は真島さんの顔どんな顔かなとか思って聞いてるでしょうし ね, ねもう見ない方がいいと思います、ね、いやそんなことないです。でも本当にそういったお話を聞けて、またね音楽を聴くと、ああこうやってああいうことを喋られてた、この方が弾いてるんだとね、余計なんか曲の中に入りやすくなるといいますか、親しみがね、勝手にファンの方がね、勝手にこう親しみ湧いちゃうんですが、そういった感じでね曲聴いていけると思いますよね。ありがとうございます。
またここいらでまた素直な気持ちに帰っていただきましょう、はい、曲を一曲お届けしましょう、はい、アフター。そうですね、あ、でも本当に綺麗な曲で、どうもありがとうございます。こんな曲たちがコンサートで聴けるわけですね。今まで流した曲はコンサートで聴く曲ありますか？はい、あ、今日、流してる、あの、かけてもらってる曲は全部弾きますね。そうですか、生で聴くと違うでしょうね、本当に実際目の前で弾かれてる姿を見ると、そうですね。今回のコンサートは何本ぐらいのギターを使われるんですか？今回は4本です、はあ、じゃあ長野から4本、うん、ギターとともに、ギターといろんな周辺機材を持って、あ、それはもうお疲れ様です。 CD も持ってきました。お疲れ様です。あ、そうですか。あ、じゃあ、あの、実際今日のコンサートでは CD を買うこともできますか？はい、もう、あの、サイン付きで今日は今日逃したらもうありませんみたいなですよね。明日帰っちゃいますからね、もう。そうですか、残念。でもまた、あの、呼んでいただければ岡山には縁を持ちましたんで、また来たいと思いますけども。そうですね、ですね、まあ、岡山と長野の教育圏ですからね、昔から。そうか、岡山もそうなんですか？そう言われてたんですよ。ここでね、岡山の皆さんと一緒に手を組んで、また真島さんを呼ぼうという会が発足するようになればいいんですけど、今日これから、会場が2時から会場が2時ですね、はい、開演が2時半からのコンサートが行われるんですが、今日はどういった風に皆さんを引き込んでいきたいと思われますか？今日は、そうですね、いや、もういい演奏するだけですね。あと、まあ、あの、ありのままのね、はい、自分を見せられればいいなと思います。まあ、こうやって話してるのとそんなに違わない等身大の、マシマを出せたらいいなと思いますけども。もうこのラジオを聞いてね、1時間後にぜひ、長谷川楽器、表町の長谷川楽器の方へ皆さん
急いで行ってもらいたいですよね。そうですね、そうですね。でも本当いい曲ばかりが流れてくるんで、ボニマチちょっと2時間聴けませんけどね。そうですね、長谷川楽さんの方に駆けつけてください。改めてね、場所の方と時間ご紹介しましょう。岡山市表町3丁目3-20、震災大事町の商店街の方にありますね。こちらの方にあります長谷川楽器の方です。長谷川楽器3階のホールの方で行われます。会場は2時から、開演は2時半からとなっております。当日券は3300円、こっちの方早く行ってくださいね。もう切ってすぐなくなっちゃうかもしれませんからね。どうぞ皆さんこちらの方に駆けつけてやってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、このこれから駆けつけであろう駆けつけるであろう観客の皆さんに何かメッセージ一言お願いできますか。もう本当にぜひ聞きに来てください。生でこの音楽を、聞いてください。はい、いやいい声ですね。そうですか。コロッと参っちゃいそうな、はい、今日はですね、アコースティックのギタリストでいらっしゃいます真島昇さんを満腹クラブにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は真島昇さんの再会をお送りしました。